流れで、うん、流れで、よろしゅうございますか、はい、はい、というわけで18時30分になりました。毎週おなじみデブバキチャンプルーです。よろしくお願いします。あの美女ハピママに続きデブマキも美女続きでお送りしたいと思いますので、皆さんね、ご視聴コメントいいねよろしくお願いいたします。若干私もあのおしとやかにお送りしますけれど、さて、そして今日のゲストさんのご紹介でございます。輝く自分変身アドバイザー松田由紀子ちゃんです。よろしくお願いします。ようこそおいでくださいまして、今日はありがとうございます、はい、ありがとうございますあの実はですね、私たちこう見えても同級生、はい、どう見えてるのか、どう見えてるのか分かんないけど一応そう言っといた、はいはい、あの高校のね同級生でね、うん、1年2年ちょっと分かんないけど、同じクラスだったこともあったような気がする。もうあの、うん、そういう認識よね、うんうん、そのくらいね、そう、うん、ね、私もゆこちゃんも、うん、あんまり高校の時のことって実はよく覚えてないんだよね。別にね嫌だったとか、うん、そういうのはないんだけど、うん、なんかスポッて抜けちゃってる、抜けてるのね、うん、まあもう30年も前のことですから、前だからね、それ言わないごめん年が割れちゃうねまあそんな感じでね、はい、あの Facebook ではもうずっとつながってたんだよね、うん、だからこう面白いこといろいろやったりとか、うん、まあお仕事最近ね、うん、あの独立されたりとかっていうのもあって、うん、個人的にすごい気になってたの、うん、はい、なんで、うん、いつかちょっと来てもらいたいなと思って、うん、今回いい機会なんでちょっとご引き立てをさせてもらいました、はい、まあ、そんな流れで、はい、今日はお送りしたいと思いますけれども、はい、では大丈夫ですか。大丈夫じゃないです大丈夫、うん、カメラがあそこにありますので、うん、はい、あそこに向かって、はい、とびっきりの笑顔で自己紹介を、はい、自己紹介、そう、はい、お願いします。はい、何の自己紹介すればいいのかな、うん、何でもいいよ何の自己紹介だろうねはい、今私は、うん、さっきもね紹介があったように、うん、輝く自分変身アドバイザーということで、うん、セラピストをやっています、うん、松田由紀子と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、すごいありがとうございます。輝く自分変身アドバイザー、うん、はい、それって具体的にどういうこと、うんうんそっからだよね、まず、うんうん、あの自分を本当の自分を輝かせる、うん、お手伝いをしますよっていう感じです。うん、今までそのいろいろあるじゃない、いろいろあるよ ね、 ね、あるある人生の中で、うん、でそのいろいろある中で蓋をしてしまうとか、うん、なんかこう自分じゃない道を生きてしまうとかっていうものを取っ払っていこうじゃないかっていう、あ、うん、なんとなく分かってきた、うん、ちょっとずつ、うん、そっかそっか。私も結局だから、うん、まあ今こうカメラに映ってるこう私の、うん、私はこういう人間だよみたいなのがあるけど、うん、やっぱりちょっとやっぱ違うところもあるのかな、うん、そういうのを全てがうまくいっていれば、うん、思うようにいってれば一番いいんだけども、うんうん、それはなかなか難しいよ ね、 ね、うん、だからそういう部分を外していこう外していこうっていう、うんうん、そういうものです。外していこう、よくさ、うん、ゆこちゃんのそのフェイスブックの投稿とかブログとか見てると、うん、ブロックブロックっていう言葉が出てくるじゃん、うん、ブロックを外すっていう言い方なのかな、うん、ブロックを外す外す、うん、うん、おっ、Y さん、マッサオさん、ありがとう、こんばんはって来てます、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、今日は美女2人だよごめんねうんうん、あ、そうそうそう、ブロック解除、うん、うん、ブロックっていうのは、うん、マインドブロックって言って、マインドブロック、うん、うんうん、考え方、どうしてもうまくなかなかうまくできないとか、うんうん、なんかこう一歩進みたいけどできないとか、うん、
で人間関係とかもうまくいかないもそうだけど、うん、なんか不安に思っちゃうとか、うんうん、ついなんか怖くてとか、うん、っていう止めてしまうものっていうのをブロックって言います。私すごいあるかもしれない、うんうん、結構こう見えても、うん、こうビビリっていうのかな、うんうんうん、なんかこう新しいことを始めるのに、うん、やっぱり一歩踏み出せないっていうのがすごくある、うん、そういうのもやっぱりそうブロック、うん、でそのブロックっていうのが、うん、小さい時か、うん、過去世で出来上がるんです。過去、過去、ほう、前世、前世、うん、ああ、うん、そういう話になるんだ。そういう話。へえ、それってゆっこちゃんって前世人のその例えばさ、例えばよ、うん、私が前世何だったとかっていうのは、うん、見れる、見える、うん、聞くの怖い。え、でも聞きたい。たくさん生まれ変わってるんで、うん、いろんなものがきっとあると思います。ほんと、うん、多分何百とかね、うん、生まれ変わってると思うから、うん、男だったり、うん、うん、宇宙人だったりするかもしれないし、人間とは限らない、限らないけど動物とか虫ではない。あ、そうなの。そう、へえ、犬だったとか猫だったとかはない。あ、そういうんじゃないんだ。うん、へえ、ちなみに何が見える私、ねえ、なんだろうな、今じゃちょっと見ましょう。ちょっと見てください、うん、過去ね。いや、怖い。どんな過去を見ようかな。私の過去なんで、こうはあ、恥ずかしい。うん、舞台で話をしてるっていうのが見えて、ね、司会者。あ、そう、そう、すごいじゃん。うん、あんま変わんないね、うん、司会進行してるみたいな。女の人、女の人で、うん、何かこう演技とかをする人たちの集まりっていう、うん、集まりではない、発表会、うんうんうん、とかの司会者、うん、司会をやってるんだ。そう、演技する人じゃなくて、じゃなくて。ああ、そうなんだ、うんうん、でその回しがうまいの過去だけどねっていうことは、うん、今もその能力があるっていうこと。あ、そういうことになるの。そう、あ、その過去の経験が、うん、そうそう、自分自身だからね、それも。あ、そっか、うん、ちょっと自信がついた、うん、すごいね、うん、そうなんだ。そうそう、全然、うん、ね、それってさ、うん、そういうのを見る能力って、うん、高校生の時ってあった？なかった。なかった。それって何？全くなくて。できるようになるもんなの？そう、誰でもできるようになる。え、誰でも？誰でも、うん、やりたいと思う人であれば誰でも。へえ、うん、小さい時から何も感じないし見えないし聞こえないし、うん、なんならそんなの本当？嘘でしょみたいなタイプだったから。あ、そうなんだ、うん、だけど、うん、まあ、修行っていうか、そうそう、訓練、訓練とかやり方を知って、うん、練習をしてできるようになったっていう感じ。へえ、うん、それってじゃあさ、うん、やりたいと思って、うん、今みたいにできるようになるにはどれぐらいかかるの、時間、うん、今そういうの教えてるんですよ。あ、ゆこちゃんが教えてるの。そう、教えてて、うんうん、1回でできる人もいます。すごいね、それも、うん、でも大体に 2,3 回で大体できるかな。そんなもんでできるの？ 2,3 回、うん、1回何分ぐらい？すごいついてるね1回3時間くらいで、まあいろいろ仕組みとか話をしながらだけども、うん、大体そんなもんで、でも3回もかかんない人が多いかな。へー、うん、私でもできる？できる、できる、誰でもできる。いや面白いね、うん、へえ、全然私さ、うん、そういうのって別に疑ってるとかっていうのはないんだけど、うんうんうん、本当かどうかってほら、うんうん、証拠がないからやっぱ分かんないじゃん。そうね、うんうん、だけど今、うん、私のその前世を見てもらった時に、うんうんうん、今に生かせてたからすごい納得できた。うん、うん、そうそう、だいたいその前やってたものと今と関係してるんで、うん、うんうん、なんか、うん、あわいちゃんありがとう、マインドブロックバスターって聞いたことありますって。それとはちょっと違います。あ、違うんだ、うん、それも
含まれていないこともないけどっていう、あ、うん、それも学んだことあります、うんうん、それもできる、それもできる、それは何、それも同じで、うん、そのマインドのブロックっていうものを解放していくっていう、うんうん、それはなんか3分に1個解放しますよっていう技なんだけども、3分に1個、3分に1個、うん、でも私がやってるのは、うんうん、もっとごっそり取っていくので、うん、もうちょっと時間かかる、あ、それでも5分、あ、長くて長くて、10分、あ、15分、そんな、そんなかかんないかな、ごっそりっていうからなんか半日ぐらいかかんないかなと思ったけど、うん、すごいね、うん、そうだからそれを受けたら、うんうん、人間関係がもう180度変わったりとか、うん、うん、あとは最近だったらもう仕事が入ってきたよとか、うん、なんか止まってた仕事が動き出したよとか、夫婦関係すごい良くなったりとか、とかって、うん、そうなんだそうなんだ、それでね、それでね、うん、そうなのよ、うん、あのまあ名刺をね、まあこの間ね、うん、話した時にちょっと見せてもらって頂戴して、うん、まあここにね、起業家のマインドコンサルって書いてあるのね、ちょっとこれ読んでも大丈夫、うんうん、10年以上かけて学んできたスピリチュアル、これなんて読むの、粒子力学、量子力学って言うんだ、うん、ごめんね、自己啓発、脳科学、世界資産家から学んだ成功に必要不可欠な統計学や考え方などを活用し、企業経営に必要なマインドに変えていきます、はい、すごいこれ私、うん、興味あるっていうか、うん、結局さ、ほら今、うん、起業家さんとか、その起業する人に向けて、うん、いろんなこうアドバイスしてくれる人っているわけじゃん、うんうん、あのコンサル的な人だったりとか、うん、そのファイナンシャルプランナーみたいな感じの人だったりとか、うんうん、だけどこういうさ、マインドっていうところから攻めてく人って私初めてだったんだよね、うん、あんまりいないかもしれない、セットになってたりすることもあるけど、あ、そうなんだ、うんうん、でもマインドってやっぱ8割くらい必要、うん、大事な部分なので、うん、やり方をいくら教わってもできない人たちっていっぱいいるでしょ、うん、いるよね、うん、だからね、いくら教えてもらってもできない、うんうん、なんでできないかって言ったらやっぱマインドの部分、あ、うん、それはな、例えば気持ちをこう変えてくれるっていうこと、それとも、うん、もともと自分のあるものを引き出してくれるっていうこと、うん、どっちも、どっちもか、うん、へえ、みんな、うん、その素直にやれれば、うん、うまくいくはず、うん、うん、素直にね、素直にね、じゃあ私素直じゃないんだ、うん、なんかボソッとそう、あのね、私、うんうん、やっぱさっきもちょっと言ったし、うん、この間も話したんだけど、うん、その何か新しいことを始める第一歩っていうのが、うん、全然踏み出せない人なのね、うんうんうん、だから例えばこの起業っていうことにおいても、うんうん、まあとりあえず起業する予定っていうのは私はないんだけど、うん、まあそもそもなんでないのかっていうと、うん、私がそういうのに向いてないからってもう多分頭から思っちゃってる、うんうん、多分ね、そういう人って、うん、私だけじゃないと思うんだよね、いっぱいいると思うんだよね、うんうんうん、なのでそういう本当は起業したいとか思ってるんだけど、うん、いや私向いてないしとかさ、うん、無理だし、うん、みたいな、うん、そういう人をじゃあ導いてくれるみたいな感じ、そうそう、うん、私もそういう状態でもう 7,8 年来ていて、うんうん、あの起業したいけどできないからって言って副業でずっとまあこっそりやっていた時期があったんだけども、それから抜け出すっていうことができたから、その技を教えたりとか、あ、そのマインドをこう教えたりとか、へ、うん、そこを抜け出すことができるんだよっていうやり方が分かったんで、うん、それを教えてる感じ。私抜け出せるかな、うん、抜け出せる、誰でも抜け出せる、誰でも抜け出せる、へ、うん、まあここでやるとあれ、うん、ちょっと時間ないかもしれない ね、あと10分くらいだからね、うんうん、あれだけど、そうか、うん、もし例えばよ、例えば、うん、そういう起業家、起業をしたいっていう人に、うん、一番大事なマインドってどういうものだと思う？まず目標設定、うん、目標設定、うんうん、でその目標設定がまず低い、みんな、あ、うん、なんか自分の中でこの辺までっていうのを決めてしまって、うんうん、それが
本当はもっといけるのに、うんうん、私はこの辺しかできないよねっていう。ああ、うん、なんか今までの周りの人たちの状況を見てなんだろうけど、うんうんうん、なんかこの辺までできればいっかみたいな、うんうん、それをもっと高くした方がいい。そうそう、全然高くいけるのに、うん、そんなんできるわけないじゃんってまず思ってるのがブロック。ああそうだね、私まさにそのタイプ、うん、うんうん、おときちさんありがとう、こんばんはんって来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。聞いてってください。うんうん、あごめんごめん、それで、うんうん、で、うん、なんだっけなんだっけ、私もかない目標設定ね。あそうだ、目標高く、うん、そう目標高く、うん、だそこのまず目標を立てるっていうところと、うん、その目標をどうやって持つかっていうそこのやり方、どうやって持つか、うん、どうやって持つの。なんかイメージをするとかよく言われるじゃないですか、うんうん、イメージを、うん、そのなりたい自分をイメージしておくとそうなるよっていうのが一般的に言われること。だけどそれだけじゃならない。ならないね、うん、みんなねこうなりたい、うん、ああなりたいはあると思うんだけど、うんうん、なんか旅行、海外旅行行ってとか、うん、なんかお金持ちになってとか、うん、これ欲しいあれ欲しいって思うけど、うん、そう簡単にならないじゃない。ならないよね、うん、なんでっていうのはただ目標設定しただけでもならない、うんうん、それも大事だけど、うん、ベースはそれだけど、うん、プラスアルファが必要、ね、プラスアルファでマインドが必要、うんうん、でそのマインドの持ち方っていうのが、うん、ここサービスね、あったはい、マインドの持ち方っていうのがその時の自分がどういう感情でいるか、どういうマインドでいるか、いい気分でいるとか、ああ、うん、そうなった自分はどういう自分か、うん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 、っていうところまでイメージしないとそこになれない。なんかね、うん、それ今タイムリーなちょっと案件が自分の中であって、うん、すごい今、うん、しっくり入ってきた、うんうん、だからそこがもう当たり前って思えばそうなる、うんうんうん、で簡単な例で言うと、うん、コーヒー飲んでる人が、うん、コーヒー飲みたいなって言わないでしょ。言わないね、うん、それと同じでその目標を持ってもう私絶対そうなってるって思ってる人って、うん、ああなりたいなこうなりたいなって思わないでしょ。そっか、うん、言われてみりゃそうだよね、うん、全然あれだっけ当たり前のことなんだけど言われてああって、うんうんうん、だからその時の自分って例えばどんな服装をしててとか、うんうん、なんかどんな外見でもいいかもしれないし、うん、そしたらどんな周りの人たちがいて、うんうん、どんな私どんな気分でいるかっていうふうにそこを思っていれば絶対そうなれる、うん、あ、うん、よくね、うん、プロデューサーもね、うん、言ってます。そんなようなことを、うん、あのイメージするっていう、うん、そのそうなった自分をイメージするっていうのはね、うん、よく言ってて、私はそう言われてもあんまりピンとこなかったのね、うん、今まで、うん、だけど今ゆこちゃんに言われてごめんね今まで分からなくてすごい今ね、うんうん、やっぱすごいね、うん、そういう説得力があるよね、うん、その言い方とかも、うん、あの、うん、例えとかもすごい上手いし、うん、さすがでございます。いやいや、ありがとうございます、ね、うん、まあそんなわけででございますよ、うん、はい、今日は一個ね、うん、チラシを持ってきてくれたんだよね。そうそう、せっかくなので、うんうん、あ、リアルタイムで初めて拝見して ありがとうございます。ツイッターのフォロワーさんですね。いつもありがとうございます。さっきあのスケジュールもフォローしあのリツイートしてくれてありがとうございます。さて、じゃあ話はちょっと戻りますけれども、まあこれがゆっこちゃんがね主にこうやってるお仕事っていうことになるのかな、はい、ちょっと近づきます。見えるかな、あなたの変化を教えてほしいんです。もっとしようか、こういうことね。ちょっと光っちゃってごめんなさい、うん、ゆっこちゃんこれはどういう、これは通常やっているセラピー、うんうん、1時間っていうのがあって、うんうん、それをその感想を欲しいんですよ、うんうんうん、感想声を今集めていて、うん、
受けてくれてこうなったよっていう感想は口頭でこあのもらったりするんだけども、ちゃんとした文章で今欲しいんですよ。で特に起業家さんたち向け、ここに4つ書いてあるんだけども、人間関係を悩んでいる方いますか、売上を上げたい営業マンの方いますか、問題社員を抱えていませんか、社員採用にお悩みではありませんかという、特にこの部分、うんうん、でこの部分以外でももちろんいいんですけど、うんうん、これを受けてくれた日から1週間の間、うん、でどんな変化があったのかっていうのを、うんうん、今感想文を書いてくださいっていう、そういうキャンペーンやってます、うん、でそれを書いてくれた方は半額で今やらせていただいています、うんうん、そうこの間もねちょっとこの話を聞いておおと思ったんだけど、うん、まあよくある口コミとはまた違うんだよね。だから良かったですとかって、うん、そういうことじゃなくて具体的にこうだったよ、うん、ああだったよ、こういうふうに変わったんだよっていう、そういうちゃんとした、ちゃんとしたって言っちゃあれだけどね、そういうのが欲しいんだよね。気持ちが楽になったんだよとか、うんうん、なんか癒されましたっていう感想はいらない、うん、そうそう、具体的なもの、うん、物理的にね、うんうん、そうだけどそれをさ、うん、例えばその受けた人がちゃんと文章を書くことによって、うんうん、その受けた人のためっていうか振り返りとかそういうのにもなって、すごくお互いにこれっていいんじゃないのかなって私は思って、すごく共感したんだけどね、うん、そうそう、気づくとさらに動いていくっていうのもあるんで、うんうん、そうだよね、そう、そういうキャンペーンをやっております、うんうん、ここにね QR コードがあるんだけどちょっと読めないかもしれないので、うん、後でアーカイブの方にこれ貼っておきますので見てください。それかウェリテ、ウェリテ藤枝、藤枝かな、うん、で検索するとね多分ね、多分出てくる、出てきますので、それでちょっと検索をしてみてください。フェイスブックのページとかってあるんだっけ今？フェイスブックあるけどあまり活用してない。そうだね、ホームページの方がいいとのことです。あの個人的にあのゆこちゃんに興味のある人は松田一子で検索すると出てくるかもしれません。はい、はい、お楽しみに。まあそうこう言ってる間にあと2分ちょっとで終わりになってしまうのですが、もうちょっとね時間ギリギリになっちゃうかもしれないんだけど、その名刺の中でもう一個、さっきずっと今話してたのは、まあ起業家さんに向けてのマインドコンサルっていうことで、もう一つ人生を生きやすくするハッピーセラピーって書いてあるのね。これもさ結局ほら、まあ、起業しない人、うん、普通にね生活してる人とかでも、うん、やっぱりこう生きやすい生きにくいっていうのは誰しもあると思うんだよね、うんうん、そういうのって結構依頼ある、人間関係の悩みが多いですね、うんうん、あの職場の人がどううまくいかない、 あと家族関係、うんうん、親子、うんうん、がやっぱ多いですね。あ、うん、親子、親子、ああ、うん、大変だ。シュートね、とかね、うん、なるほどなるほどなるほど、うん、そうか、そういうのもやっぱりその基本はそのブロック、うん、そうです、うん、そうそう、うん、基本はそこ、基本はそこ、すべてそのブロックを、うん、なんだ、解除する、解放するんだ、うん、そう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 、うん、ブロックを解放するっていうことで、まあ、メイン、うん、うん、でまあいろいろと、うん、手法を使いながら、ね、うん、いろいろ技があるみたいなんで、うん、この方すごいですよ、ね、まあそういう感じで、まあそういうお悩みもある方も、うん、ホームページをね、うん、ベリテさんのホームページを見てもらえれば、はい、うん、いいかななんて思います、はい、そして繰り返しますけれども今はこういうキャンペーンをやっていますのでね、あのこのキャンペーン感想を書いてくれると半額になりますのでね、結構お得なんじゃないのかな、うん、って思います。これはホームページからなんか問い合わせはできるように、問い合わせフォームが
あるような感じになってるんだよね、うん、じゃあそちらの方に問い合わせをしてみてください。そしてどうしても分かんないのだったら、あの私に連絡くれてもいいのでおつなぎしますのでね、もしよかったら一人でもね、そういう悩みっていうのがね、うん、みんな解放されるといいなと思います。ちょっと私も後でちょっと相談します。はい。はい、というわけでコロイお時間となりましたので、はい、最後に何か言ってきたいこととかある？なきゃいいけど。ないです。ないです。はい。はい。というわけで、今日のゲストは、輝く自分変身アドバイザー、松田優子ちゃんでした。ありがとうございました。イエーイ。あ、ユーありがとう。まきちゃん、ユーだよ。はい。ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい。ちょっとグダグダになっちゃった。次。え？次。あ、次の番組？ん？何？あ、次の番組はひろみさんです。ひろみさんいないんだもん。外にいる？